三角山放送局。土曜日の午前10時です。春になりましたけども、なんか今日結構寒いですよね。体に気をつけて過ごしましょう。それでは11時までの1時間、山田敏子の新聞 X、 お付き合いください。番組へのご意見ご感想をお待ちしています。 XQTwitter でハッシュタグの後に漢字で三角山放送局とつけて書いていただけると分かります。三角山放送局 YouTube チャンネルで放送の音声など公開しています。いろんな音源を聞くことができます。この番組の音源も公開されてますので、ぜひチャンネル登録してください。最初に紹介しますのはノスタルジアです。先月の放送でピーター・グリノウェイ監督の作品を紹介しましたけども、アンドレ・タルコフスキーも私にとってとっても大切な監督です。映画という、こうメディアのね、不思議な力というものを引き出した、天才ですね。でこれなかなかこの感動をね、言葉ではうまく表現できないですよ。ただ一度見たら忘れられない、何度でも見たくなる。で中でもノスタルジアはね、こう魔術のような魅力であふれていて、タルコフスキーによる知的宇宙の極致と言われています。ソビエト国内の厳しい検閲を避けて初めてイタリアで、ソビエト国外で制作して1983年に、公開されました。でフィルムならではのこの質感が、まあ、味わいなんですけども、フィルムツアー劣化しますよね。で今回当時の撮影監督、ジュゼッペ・ランチ、自ら監修してローマのシネチカ・ナチオナーレの協力によって、修復 4K 修復というのが行われて、この 4K 修復版を見ることができました。繊細極まりない映像が蘇ります。でもう震えが来るような、シーンの連続で、火と水がとっても象徴的に使われてるんですね。でゆっくりゆったりと流れるこう霧と湯気、これが全編を包んでます。でイタリア中部のトスカーナ地方、ここが舞台なんですけども、朝の霧に、包まれているシーンが出てきて、男女が車で到着します。でモスクワから来た詩人のアンドレイ・ゴルチャコフと通訳の女性のエウジェニア、この2人ですね、18世紀の、詩人ですね、あ詩人だ、音楽家ですね。イタリアを、放浪して後に、帰国して自殺した、ロシアの音楽家のサスノフスキーの足跡を追っていく、そういう旅をしてたんですよ。でエルジェニアはですね、一人で教会に行って、ペロ・デロ・フランチェスカ、の書いた出産の聖母像というのを見るんです。でその後2人がですね、宿に行って、朝なんでその女主人が出てくるまで待っている間にですね、エルジェニアがですね、どうすれば私たちは理解し合えるのかというふうに聞くんですよ。でアンドレイが国境をなくせばいいというふうにまあ、つぶやきます。でアンドレイですね、やっぱり故郷の風景が夢の中にどんどん出てくるんですよね。でこの宿屋の近くにあの温泉、広場にある温泉ですね、当時の客がいて、でそこで話をしてるんですよ。で世界の終末が訪れるというふうに信じて、家族を7年間も家に閉じ込めていたドメニコっていう男について話します。でアンドレイはこの話を聞いて強く心を打たれるんですね。でドメニコの住んでいる家に行って、アンドレイがですね、ドメニコからあの広場、その温泉ですねをろうそくの火を消さずに往復することができたら世界はまだ救われるっていうふうに話して、そっとろうそくを手渡します。でそれをアンドレイが受け取るんですね。でいろんな印象的なシーンがあるんですけど、中でもですね、水の湧き出ている寺院の廃墟、ここでアンドレイが、アルセイニー・タルコフスキーの刺繍、これを燃やします。
このアルセニタルコフスキー、アンドレイタルコフスキーの お父さんですね。でここでも水と火が象徴的に使われています。ラース・フォン・トリアー監督、彼のですねアンチ・クライスト、この映画のエンドクレジットでですねアンドレイ・タルコフスキー監督に捧げるっていうに出てくるんですよ。ちょっとびっくりしましたけど。でトリアー監督はタルコフスキーは自分にとって重要な人物で、映画鏡を見た時は余韻が残り続けた、以来彼の手法を盗んできたと思うというふうに話します。まあ、ある意味で対極に位置するようなトリア監督でもこのタルコフスキーの大きな影響を受けています。まあ本当に見るとね胸が締め付けられる作品なんですけどね。はい、次、ゴジラ、×コング新たなる帝国、こうモンスターバースの第5作目ですね。アダム・ウィンガード監督、いやすごい新しい世界ですね。あの気の良いアクションシーンが続いていて、こう目を見張るような映像世界が広がってます。で人間と猿と怪獣たちのそれぞれのドラマがあるんですよ。だからあの予想を超えた作品でした。でゴジラは地上の、まあ、王として君臨していて、で今後はあの地下世界で孤独に生きている。でもこの両世界の調和が破られるっていうところで、その後、とても良いテンポで物語が進んでいきます。で場面転換も巧みなんですよね。であの表情豊かなコング、感動が溢れるゴジラ、そしてもう神々しいまでの美しさが称えているモスラー、まあモスラーがあまりにも荘厳な振る舞いをするので、なんか火の鳥かなっていうふうに思ったんですけど、あのそれからピンクに変わるゴジラも新鮮ですね。この地下世界のさまざまな動物たち、もう生き生きとしたっていうよりもむしろ生々しいような映像で表現されていて、まあ細かいところまで鮮明なんですよ。でだからこれからの CG ってこのレベルになるのかというふうに思いましたね。で山崎隆監督、こう言ってます。すごくゴージャス、ゴジラマイナスワンとは対極にあってノンストップで次から次に予想を超えることが起きる、とても楽しい体験でした。画の至るところが非常に緻密にできていて、同じゴジラを作っているとハリウッドの物量の凄さみたいなものは非常に感じましたというふうに話しています。ではここで一曲、ゴジラ×コング新たなる帝国の日本版の主題歌、ライズトゥギャザー、お聴きください。三角山放送局、佐藤島子監督の9年ぶりの新作本名字ゼロが公開されました。夢枕バックさんの小説、このシリーズですね、原作としてるんですけど、オリジナルのストーリーです。でゼロっていうのは原作よりは少し前という意味ですね。で夢枕さん全面的に協力してるんですね。であの2001年にあの公開された、滝田洋次郎監督、あの野村萬斎主演の陰陽師、大ヒットしましたけど、これと比較されますけども、実は佐藤監督の陰陽師は30年以上前から構想されてたんですね。佐藤監督は40年前に、19歳の時に夢枕さんと、まあ、会ってっていうか、ファンレターは私以来付き合いが続いてて、早くから映像化、まあ、映画化要望されてたんですよ。でも脚本とともに監督は当時の美術ですとか衣装などの時代交渉にこだわって、で自分でですね乗馬とか着付けとかナチュラルガーデンなんかを習って準備したっていう、こうもう徹底ぶりでしたね。で最もこだわったのは呪術の表現、この呪術監修に呪術界の第一人者カモン七海さん、迎えています。でカモンさんはここまで正面から呪術と向き合った映画は日本では初めてでしょうっていうふうに、まあ、言ってましたけど、まあそういうこだわりとともにですね、実は監督らしい独自の世界も作ってるんですよ。だからケルト模様なんか、このヨーロッパの文化的要素なんかも取り込んでるんですよね。であの安倍の生命役の山崎賢人と源の日野政役の染谷翔太、この2人のですね友情を込めていく姿がね、とっても気持ちがよく描かれてます。だから
ぱ 青春ドラマですね。で、あの本当に細部にわたって丁寧に描いてるんですけど、実はあの、まあ、佐藤監督の、K2 怪人二重瞑想伝とかアンフェアジアンサーとか、あのどんでん返しに続くどんでん返しに比べるとややね、こう物語のひねりが少ないかなっていうふうに感じましたけども、むしろなんか長いシリーズの序章を見たような感じがしましたね。で、あの私は1995年に夕張国際ファンタスティック映画祭で、エコエコアザラク、これが批評家賞、いわゆる南俊子賞を受賞して、それを見て以来の、まあ、佐藤監督のファンなんですけど、あの CG をとっても効果的に使ってました。で、1995年の段階で映画に CG を利用するっていうのはすごいお金と時間がかかったんですよ。あの有名なトイストーリーでさえね、あの巨額を投じたトイストーリーでもまだ公開前の時代です。で、その時の特殊撮影 SFX スーパーバイザーが山崎隆監督でした。で、阿佐ヶ谷美術専門学校から2人が仲間だったんですけど、2012年の4月に、まあ、結婚しています。次、塚原重吉監督が初めて手掛けた長編アニメですね、映画クライカバー、それから小説家の成田涼子さんによってスピンオフ小説あ書かれたんですけど、このアニメ化したクラメルかがり、この両作品がですね、なんと同時に劇場で公開されました。長年にわたって個人映像作家として活躍してきた、まあ、塚原監督にとって初めての、まあ、長編劇場公開です。実はこの塚原監督の作品はですね、2015年に第10回札幌国際短編映画祭、このナショナルプログラムで上映された女性と、ここで出会ったんですね。この女性とっていうのは、女の子が太宰治の女性と朗読するっていう感じなんですけど、繊細でいろんなアイデアに満ちている、まあ、アニメなんですが、すんごく独自のセンスなんですよね。で、まあ好みが分かるかもしれませんけど、で、大林信彦監督の審査員賞を受賞してます。で、私この女性ととっても好きなんで、後から DVD を買いました。で、今回の暗いカバーはですね、大都市の地下世界を舞台にした、冒険活劇のアニメなんですけど、2017年にプロモーションビデオが初めて公開されて、まあ、資金調達のためにですね、クラウドファンディングを続けて長い年月をかけて、まあ、作品を作った。で、やっと2023年に完成して、で、ファンタジア国際映画祭の長編アニメーション部門、これですね、観客賞と金賞を受賞しました。で、一方、このクラメルかがりというのは、このクラユカバを作るために行った第2回のクラウドファンディングのリターンとして、成田涼子さんが執筆した短編小説なんですね。で、これを原案としてます。で、炭鉱の町で地図を描く、営んでいる少女がなんか大きな陰謀に巻き込まれていくっていう話です。これね、どちらの世界も本当に細部にわたってこの独創的なもう世界なんですね。で、個性的な色調があって、まあ、いわゆる他に誰もいない唯一無二のアニメなんですけど、それだけにね、一人で作り続けてきて、あるいは少人数で作り続けてきたということで、長い年月がかかりました。ただこれからはね、実は私は状況が変わると思ってるんですよ。で、これから人工知能をうまく使って過去の作品のデータを読み込んで、で、調整しながら個人レベルでかなり長編のアニメとか、作れるような、環境が、整ってくるんじゃないかなというふうに思っています。今でもね、昔に比べるとコンピューターの性能は上がりましたけども、
そこに加えて人工知能の、新しい可能性が加わっていくと思うので、まあ、この生成 AI と言われている人工知能の可能性については、番組の後半で説明したいと思います。ではここで一曲、アニメ暗い川の主題歌です。チャランポランタンの内緒の歌、お聴きください。三角山放送局、北海道立近代美術館、ここでですね、リンパ×アニメ展開かれています。私日曜日の午後に行ったんですけど、なんかあんまり人がいませんでしたね。現代作家がリンパの作品とアニメ漫画のキャラクターをこう模写した作品展というふうに受け取られてますけども、実は本阿弥光悦とか田原宗達とか小畑光仁たちなどなどたくさんのリンパの本物の作品に出会えるんですよ。だからリンパの華麗な作品たちに今回ね触れることができる貴重な機会でした。そしてリンパを尊敬して学んだ現代作家がこのリンパの作品を写して、その中にブラックジャックとかドロドロとかこうそういうキャラクターを登場させる、そういう作品が並んでます。これね、驚くほど両者が馴染んでるんですよね。多分皆さん見たらねちょっと驚くと思いますけど、本当になんか馴染んでます。でリンパとアニメのコラボ、リンパの作品に関心のある方、それからアニメとか漫画とかに関心のある方、双方がやっぱり見に来てね、そこで出会い、その魅力を知る機会になるってことを、そういう貴重な場なんだけど、なかなか伝わってないような気がしますね。でもとっても素晴らしいコラボの企画です。ぜひ近代美術館で作品見てください。6月2日まで開催です。でなんとね、ほとんどの作品写真撮影ができます。でこの異質な作品のコラボの魅力、実は私たち VR アートを楽しむ会もね、その辺を今年のテーマにしてます。で野外彫刻とこの AR アート、いろんなところにこう立体的なものを再現できる AR アート、この作品のコラボするっていう企画、進めてます。大通公園とか中島公園など、たくさん野外彫刻ありますよね。で実は野外彫刻って、まあ、ススキもそうなんだけど、札幌の至る所に点在してるんですよ。でもなかなかどんな作品だか分かんないということがあって、そういうこともあって実はコラボを企画しました。まあ AR アートの魅力とその野外彫刻の魅力をこう掛け合わせるということですね。で詳しくは来月説明します。でこのバーチャルな彫刻である AR アートとこう地域に根ざした野外彫刻のこうコラボ、とても魅力的だというふうに思っています。VR アートを楽しむ会、ですけども、実は NPO 法人札幌自由学校 U の2024年前期の講座が、まあ、始まっているんですけども、まあ、今回もたくさんのメニューが用意されています。で札幌自由学校 U っていうのは、市民が作る市民に開かれたオルタナティブな学びの場ということで、このオルタナティブっていうところは今までのあり方とは違う、未来に開かれたっていうような意味なんですけど、まあ、そういう札幌自由学校 U で講座を開くんですが、実は、VR アート楽しむ会が企画した講座というのは8月30日、午後7時から9時までですね、オンライン、ズームで、行います。だからどこからでも参加できます。で参加費は、1000円です。でテーマはですね、実は分断の壁を溶かす時空間アートの実践というふうにしたんですけど、ちょっと分かりにくいですけど、VR、AR ですね、 VR アート、AR アートっていうのはこう時間の中で、それから空間の広がりの中で作品を体験できる、制作するアートなんですよ。タイムラプスのように制作過程も見れるし、いろんなところに回って作品を楽しめるっていうことで、で本当にいろんなものを持ち込める、いろんなものをつなげることができる、そういう時空間アートなんですね。で人工知能とこれからの、まあ、アップなんか言ってる空間コンピューターの時代、
そういうものに、の時にですね、こういう時空間の中にで作品を体験し、制作するっていうその面白さ楽しさっていうものを皆さんに伝えたいというふうに思います。でここの中ではですね、実は人々がバーバーになって人々がみんな出会える、交流できる、インターネットを通じて交流できるし、制作する時も、若い人から、まあ、私よりも年の方までみんな楽しく書ける、簡単に書けるっていうそういう空間なんですよね。だからこういうあの時空間アートっていうふうに私たち呼んでますけど、この可能性を、私たち VR アートを楽しむ会の2年間の実践を通じてその具体例を挙げながら、解説していきたいというふうに思っています。で幅広い意味で その今言ったようにその分断、壁を越えていく、壁を溶かしていくっていう意味ではボーダーレスアートですね。障害のあるなしだけじゃなくていろんな壁を越えていく、それからみんな体験するとですね、笑顔になるし元気になるので、よく言われているウェルビーイングアートでもあるし、それからデジタルなんで廃材を生まない、作品の置き場所に困らないっていう面では SDGs アートでもあるんですよ。で前半はですね、今言ったように私たちの活動の紹介をしながら、VR AR アートの現在未来の説明をして、で後半はですね、私たちのイベントに参加してくれている VR アーティストたちをゲストに招いて、質疑をしたいというふうに思っています。あのこの自由学校ユーの、前期の講座本当にたくさんあるんですけど、まずね今日の午後2時から4時まで札幌貧困状況地図っていう、連続講座の第1回があって、これオンラインと南市西号の愛生館ビル5階この会場どちらでも参加できます。で夜のパン屋さん、という、活動をやっている、三上敦さん講師に迎えて、その月1回ね店で売れ残りそうなパンを買い取って、販売するという試みをしているというそのお話を聞きます。それから、6月の2日、午後1時半から、3時半まではですね、場所はカデル27ですね、ここで、公開講座が開かれます。ハンセン病問題の現在地ということで、金気分さんが講師になって、いわゆる日本のハンセン病政策の下で、700人以上の、朝鮮人入植者が、療養所で暮らさざるを得なかったというそういうお話をされます。それからですね、これはシリーズなんですけど、老いと向き合うという、講座があって、で6月の7日はですね、午後から当別の、風町カフェというところに行って、そのいわゆるカフェの様子ですね、どんな、ね、活動してるのかということで、まあ、2018年から実は開いていて、家庭とか学校職場に続く第三の居場所ということで活動を続けています。それから6月8日、午後からは人と動物との共存共生を目指してっていう、まあ、これも長い講座なんですけど、続いてシリーズのでここの、第2回で、ファームサンクチュアリ、保護ですね、ここで保護されている畜産動物たちの現状というものについて、まあ、お話をしていただくと、その他ですね、実はゴールデンカムイを、出会い直すという講座もですね、6月の14日、午後からオンラインとその会場愛生館ビルで行われますね。秋部秀夫さんが俳優としてアイヌ語文化の監修者としてっていうふうに対してお話をされます。それから読書室寄り道回り道っていうのがあって、これは愛生館ビルの中でやるんですけど、読書好きの方が集まって、本を持ち寄ってお話をするという、まあ、いわゆる、本好きの方々が出会って、本を紹介し合うというそういう、講座も開かれるということで、まあ、この子は本当にね、さまざまな分野の、たくさんの講座があります。で詳しくはいろんなところで配布されているパンフレットとか、ホームページ、ホームページはスマホでも見やすくなってますので、それで、確認してください。はい、それでは私が歌詞を書いた、生成 AI のスノーで作った曲紹介します。野外彫刻の魅力を歌っ
した、野外彫刻の輝きとエアダーツのコラボをテーマにした、彫刻たちとの出会い、この2曲続けてお聴きください。朝日の公園彫刻を目覚め人々の出会い見つめ続ける夕暮れの時静かに微笑み月明かりの中影たちは踊るいつの日も街並みを見つめ彫刻のささやき声を満たす春の息吹彫刻は花開き夏の日差し全てを照らす秋の彩り柔らかに飾り冬の静けさ彫刻は眠る光が公園に満ち彫刻は目覚める重さのない世界から不思議な彫刻が訪れ柔らかな光の中で楽しく遊ぶ無数の思いが朝なり眩しく世界は揺れる自然の大きな力で生き物たちは形を持ち手をつなぎながら世界を彫刻で満たす生き物たちと共に世界を彫刻しよう生き物たちと共に世界を彫刻しよう意志を彫刻世界に広がる様々な彫刻句は時の移ろいを優しく見つめる季節は静かにめぐり彫刻たちは揺れる三角山放送局。今年の1月から生成 AI のスノーで日本語の歌詞付きの曲を制作しているということは2月の放送でお話ししましたけど、なんかここまで自然にね歌ってくれるっていうのはすごかったですけど、あの時はですね実は最大1分20秒の長さしかできなかったです。でバージョン2だったんですけど、3月になってから2分までできるようになったんですね、バージョン3になって。で音質も格段に良くなって、後から音質を改善したり、あるいは曲をつなぐ必要がほとんどなくなった。で指定できる音楽のジャンルとかその幅とかね、楽器の種類とか男女の声の質とかそういうものが多様で、指定できるようになったっていうことで、時にはですね絶妙なアドリブまでするんですよ。で今まであったのはね、歌詞を間違えたりあるいは全く歌わなかったりするっていう、こうエラーのケースが結構あったんですけど、それもかなり減りました。で私はまだ無料で使ってるんですけど、1日に10曲制作できるんですよ。で同じ条件で2曲同時に制作するので5回試すで、しかも歌なしの曲も制作できるようになりました、インストルメントで。なんとね2分間の長さの曲を10秒間で制作するんですよ。だから聴いてるうちにもうすぐできてしまうっていう、もう驚くべき発想ですね。で
なんか自分で作った歌詞が自然な歌声で歌われているっていう体験はですね、まあ、本当に大きな喜びですね。で、私1日30分時間を作っていろんな曲作りを試してきてます。で、バラードからヘビメタから時には交響曲も、制作してるんですけど、作った曲はですね VR アート制作のライブパフォーマンスで、使用してます。で、作品に合った曲を作ったりなんかして、で、これからお話しする、制作動画の BGM としても、使用しています。で、実は今月の2月から Google の生成 AI のジェミニ使って静止画を作ってます。で、ただね、まだね、日本語では指定できないんで英文にしてプロンプトを書いてるんですけど、まあ、あのキノコとクラゲを基本にしながらバーとチョウとか天使が参加するような幻想的な絵画を作ってて、まあ、細かな指定しながらその場所も森とか空とか海とか砂漠とか湖とかいろんなことを設定していくんですよね。で、1作品が1分ぐらいできるんですけど、まあかなり、同じ条件でもどんどん希望すれば複数の作品を書いて作っていきます。で、今優秀な静止画制作の、人工知能のサービスたくさんあるんですけど、あの前ミッドジャーニーの話をしましたけど、ほとんどがもう有料なんですね。で、今の時点でジェミニは無料なんで気楽に使えるということで、試行錯誤を繰り返していくうちにやっぱり数枚に1枚はセンスの良い幻想的な作品ができるようになりました。で、実はね、私は幻想的な動画を作りたいというふうに思ってて、20年前にここを見てあんまりにも時間がかかるので断念したっていう、まあ、いろんな生き物たちがいているっていう幻想的な世界を作ろうと思ったんですけど、で、やっとね、この長年の夢から実は生成 AI の動画制作サービスが始まることで実現しそうです。ただ今ね、まだ一般公開しているその動画制作の生成 AI サービスってあんまりないんですよ。特にまあ無料とかってない。今はまだ、企業に試してもらっているとか。で、そんな中でハイパーっていうサービスはですね、ベータ版なんで無料で登録できるんです。しかも制作数の制限がまだない。で、有料サービスでもね、制作数の上限って数あるんですよ。その中で制限がなくて無料で開放しているということで、多分そのうち、買うと思うので今優先的に利用しています。で、プロンプトだけで動画を制作する方法と、静止画を元にしてプロンプトを加えて、動画にするという方法があるんですけど、このプロンプトから動画を作るということをなんか最初やったんですけど、その幻想的なリアルなものはすぐできるんですけど、幻想的な加工が難しくて、で、最初はジェミニで作ったその幻想的な静止画を使って、それをシュールに加工するっていうのをやってたんです。ただやっぱり画素数が少し荒かったりしてたんで、プロンプトから動画を制作する方法を、ゴールデンウィークになって頑張って、試行錯誤します。で、5月4日に求めていた雰囲気の幻想的な絵画なんか動画がですね、偶然にできたんですよ。で、やっと私の願っていたその幻想的な動画の表現が可能になったということで、現在はですね、実は1作品が4秒間の長さしかできないんですね。でもストーリーのある展開が必要なわけじゃないので十分に、役立ちます。むしろ4秒間の、作品を たくさん集めて積み重ねることで深みのある表現ができる。だからこの黎明期ならではのその制約っていうのを利用してその新しい作品作りに取り掛かっているということで、まあパソコンに出会ったりインターネットに出会ったりそれからバーチャルリアリティに出会ったっていうことで、まあ、その時よりもね、そのいわゆる画期的な技術の黎明期っていうものを体験できてすごく幸運だったんですけど、今回もですね、この生成 AI の、 その動画制作に出会って本当に幸運です。そして、5月の5日天使マンダラシリーズっていう制作と公開を、YouTube で始めました。で、実はね、札幌国際芸術祭、最初の開催した年っていうのが2014年なんですね。で、この時に私は実はアートの日常化とか生活化というのを目指して毎日スマホで制作したアート作品を SNS で公開するってことをやってて、これプチアートプロジェクトっていうんですけど、開始から、10年になります。で、公開した作品が4万点くらいあるんですけど、で、
コロナになってた、コロナ禍の時は2022年からは iPhone で撮影した写真を、絵画アプリで加工して、それから万華鏡のアプリで手作業で変化させて、で毎日30作品ずつを公開しています。でこれはあの万華マンダラっていうんですよ、万華鏡だからね、万華マンダラっていう、シリーズなんですけど、世界のつながりとか豊かさとか多様性っていうものを、まあ、表現する、そういう静止画のものを30作品ずつ公開してます。で新しいシリーズは今言ったように念願の動画なんですね。で天津マンダラっていう名前にします。このハイパーというものを使って、さまざまな生き物たちがこの天津によってつながっていく、さまざまに変化させていくっていう、そういう 変化とつながりを象徴する存在として天津がいて、で本当にいろんな感じで変わっていくということを、2分間の作品にします。だから4秒間なんで30作品で2分間で BGM をつけて、公開するということで、まあ実はね、このハイパーっていうのは、解像度が限られてるんですけど、ただ横長にすることができるので、劇場映画のサイズの、横長のサイズ、ワイドよりか広い21対9っていうサイズにして公開してるんですけど、さまざまな舞台でやってます。天使が自由自在に動き回りながら、姿を変えていく、いろんなものがつながって混ざり合っていくっていう世界ですね。まあ、いわゆるマンダラ的な世界をこの天使によって作り出す。まあこの天使とマンダラって結構なんか異質な感じがしますけど、こうなんか同じような役割を果たしてるんですね。多様な文化をつなぐ役割とかあって、で、まあ、そういうものを象徴する存在として天使とマンダラっていうふうにしてるんですけど、まあ、プロンプトを工夫しながら、生成 AI と一緒に、作品を作っています。でまあ実は生成 AI って人類が生み出した表現空間を学んで、それを共有財産にして私のプロンプトで作っているので、まあ言われれば私が独自に作っているというよりは、生成 AI の力を借りて多くの人たちと共同制作しているということで、なんかそういう大きな制作の流れ、創造空間の中に参加しているっていう、私の単独の作品じゃなくて、なんか一緒に人類の表現空間を広げているっていうような感じを受けています。まあそうですね、実は1984年にマックのマッキントッシュに出会ったり、1994年にインターネットブラウザのモザイクに出会ったり、その後、まあ、ホームページも作ったんですけど、2004年にはニフティの、ココログでブログを始めたり、そして2014年10年前の5月にはオキラスリフトで、の VR 機器で没入型の、VR 体験をして、その衝撃を受けて、まあ10年ごとにね、こう人生が変わる大きな出会いがあるってことで、今回は、長年の夢だった日本語の歌詞で歌う、曲の制作と幻想的な表現ができる動画制作ということができて、本当に幸運な人生だというふうに思っています。やっぱりこれで 10年ごとになんか変化があって不思議なんですけど、まあ、今回もそういうことで、しかもちょうど10年前にオキュラスリフトに出会った時と並ぶような、そんな衝撃を受けた5月でした。では、動画、天使マンダラの BGM に使っている曲をお聴きいただきます。作品によって曲調とか歌詞を変えてるんですけど、天使マンダラの16と18の BGM、続けてお聴きください。つながり合う世界、驚きあふれ、きらめきながら揺らぎ続ける、姿を変えた薄の天使、歌いながら水に変える、世界を紡ぐ、移ろいゆく
きながら揺らぎ続ける時空を超える最な天使踊りながら水に変える揺らぎ続ける時空を超える多彩な天使踊りながら水に変える天使踊りながら水に変える天使マンダラ万物の それではこれからの放送予定ですね。あ、その前にこの動画の天使マンダラは YouTube で検索すれば見れますのでぜひご覧ください。よろしくお願いします。それではこれからの放送予定お知らせします。11時台飯塚優子さん感じタイム、12時台ピーネッツサウンドシャッフル、13時台大平真由美さん佐藤美久さん ALS のターボと、14時台札幌チャレンジとサッチャレラジオ通信、15時台藤原健太さんスポーツデータベース、16時台丸山哲修さん先生陣、17時台大山晋介さん復活北海道ということで、9時から16時台までの各番組それぞれ9時間後に再放送でもお楽しみいただけます。私の番組は、午後7時から再放送の予定です。ということでもう時間が来てしまいました。次回5月22日土曜日午前10時からの予定です。実はこの日午後2時から、白石区役所の地下にある地下イベント広場で VR AR はアート体験会というのを開く予定です。地下鉄の6番入り口からすぐです。ということで、その話は来月いたしますね。この週末も良い映画、良いアニメ、そして良い、バーチャルリアリティに出会ってください。ではまた。No.